はいといとうわけでですね、えー、水曜日ですが、えー、今日はです、ねえーまあ「Wednesday Relationships」ということですからあのまあ、人間関係のチャンネルなんですけどまあこう男女のこう関係の話ですねを扱ったすごく有名な YouTube ビデオがありますのでそれを見ていきましょう。 はい、というわけでですね、えー、今日は扱うのは、えー、メラニ・キングさんという、ですね、方の女性のですね、えー、動画ですね、えー。この、こちらの方ですね。で、この方が、えー、これ、チャンネルなんですけども、えーまあ、どういう方かっていうと、この僕、別に詳しいこと知らないんですけど、なんか、あの、えー、シングルマザーの方みたいですね。 でなんか40歳ぐらいらしいですよ。なんかすごい若く見えますよね。なんか30歳かもっとね、下手したら20代後半ぐらいに見えますけど、40歳ぐらいの人で、でこの人はですね、最近アメリカのなんかいろんなトレンドですよね。特にその恋愛とかに関するトレンドについて、えー、ビデオを、えー、作ってます。で、具体的には、あのリアクションビデオっていうのをたくさん作ってるんですよね。で、リアクションビデオっていうのは、 これもそうなんですけど、ある YouTube とか TikTok とかのこう動画がありますと。で、その動画を見ながら、えー、自分で途中で止めたりしてコメントしたりしながら、もうすでに存在する動画に対する自分のリアクションをつけて、それ自体を動画にしてるみたいな感じで、えー、実は僕がやってることもある意味リアクション動画的ではありますよね。実はもうすでに YouTube にある動画を使ってこうやって解説しながらやってるので。えーで メラニキングさんそういういことったで、ここで、えー、っと、なんだっけな、この動画で、の中で、元の動画の中で喋ってる、この男性ですね、マフィー・なんとかって、マシュー、マフィーなんて言ったかな、なんかあの、有名なデーティングコーチなんですよね、デーティングコーチ、マフィー・ハッシーですね、マシュー、マシュー・ハッシー、マフィー・ハッシーと。 この人すごい有名でイギリス人かオーストラリア人かど,どっちだったかなマフィー・ハッシーえっとブリッッシュ・ライフ・コーチイギリスのライフ・コーチですねまあだからまあでも特になんかデイティングあの男女のなんか、えー、まあ交際とか、えー、どうやってこう関係を深めるかみたいなそういうことを お話しする有名なインフルエンサーですね。で、その人がある日なんかその講演会があって、これみんな女性ですよね、部屋。で、えっ、ー、と、Man、このメラーさんが作ったこの動画、リアクションビデオのタイトルが、Man humbles room full of women と。で、Man ある男性が humbles.Humble っていうのはこう形容詞で使うとすごいその謙虚だみたいな。 えー、意味なんですけど,どうしだと誰かが誰々をハンブルするみたいに言うとなんか謙虚にさせるとだからこうなんていうんですかね謙虚な気持ちにさせると、うん、まあ,あの教訓を与えるみたいな感じですよね、うん、で誰に対してかっていうとルームフルだから部屋,部屋いっぱいのまあねいっぱいいますよねこう

これ,これ動画途中から再生してるんですよあの長くなっちゃうから確信の部分だけ先に僕をサーッと見て確信的だなと思うところから始めてるんですけどそう、so, ですので If you are hanging back もし hang back っていうのはこうなんかこうなんか後退するなんか後ろにこう引いて構えるみたいな意味ですよね hang っていうのはこうなんかぶら下がるっていう意味でこうだからこう何て言うんですかね自分でちゃんと積極的に動かないで そう消極的な態度でいるっていうことですねもし皆さんがそういう態度で hanging back してるんだでで waiting for guys to do itwaiting ただ待ってると、えー、男性たちに to do it、えー、そうするのでそうするののこのそうっていうのはどういうことかっていうこの前の動画のこの前の時点で話してるのは要はその男性にアプローチされるのを待ってるだけってことなんですよね だからもし女性諸君、まあ皆さんが、えー、と消極的で、ただ男性たちがアプローチしてくるのを待つんだったら。もちろんん、えー、でですすね、ね of course、えー、皆さんがはただ、えー、会うと、出ププレレイイイヤーーにつまりプレーボーイですよ、ね にしか会わなないいっていうことなんですよね皆さんが消極的待ってるんだったらともうプレイボーイとしか出会いありませんよって言ってるんですよ。でなんでなんでかっていうとこの前のところで話してたのはこれ表出てますね今グラフがあって彼曰くですよこれ男性全体なんですよね。でえっ、ー、と女性にもうちょっと待ってください。女性にもう片っ端からアプローチする 男が全体ののうちのこれぐらいだとでえー、っとなんか興味のある特に好きな女性に遠慮なくアプローチする男性がこれぐらいいるとでこれぐらいこの一番右のグループの男性はもうシャイだから女性には絶対自分から声かけることはないとでこれぐらいの人たちがなんかこう女性が なんか女性の方からこう話しかけやすい雰囲気を作ってくれたら声かけるみたいなねこう合図を送ってくれたら声かけるみたいな人たちほとんどですよねだから彼が言ってるのはもし女性が何にもしないでああもう自分にはねもう自分がどんな態度しててもなんかもう向こうからですね積極的に声かけてくれるっていうんじゃなきゃ興味ありませんよって言うんだったらこ,の人これしかいないわけじゃないですかそういう男性って。で そしたらこ,れこの人たちってはっきり言ってプレイボーイですよと片っ端から女性にこう声かけるんだからっていうそうするとそんな,ねなんか消極的な態度でいてでたまにこう男性とねなんかこう関係を持ってもみんな,なんかプレイボーイで全然こう自分を真剣にこう見てくれないみたいなねこと言うけどだってそんな消極的に態度を取ってたら出会うのはこの人たちしかいないんだからってねなんか言ってるわけですよね面白いですよね。 で、おそらく、おそらく、おそらく、u そらく、お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 そ the そ o く、おそらく、おそらく、おそらく、おそ o く、おそら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 く、おそ l o u d らく、おそらく、おそらく、ってらく、おそ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 らく、おとらく、らく、おそ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 のく、おそらく、おそらく、 うるさいつまりまああれですよねこう積極的にわわわわ言う男としか出会いないですよねでそういう男は男っていうなんか言い方悪いですけどそういう男性はもういろんな女性になんか声かけますよと、うん、だからその自分だけをちゃんとこうなんか真剣に自分だけとお付き合いしてくれるような人ってそういう中でなかなか珍しいですよみたいなことですよね。 同じ言い方ですよね。Of course you only meet that cocky guy で。で、えー、カーキ y っていうのは、なんだろう、こう調子に乗ってるみたいな感じですよね。こう、なんか、まあ自信過剰みたいになんか訳すときもありますけど、まあその、なんていうんですかね、こう、自信に満ち溢れて、こう調子に乗っててっていう人としか会えませんよと。 doesn't actually give you anything more who doesn't actually give you anything more で、そういうカーキーガイっていうのはえー、っと、doesn't actually 実際にあなたにはこれ、否定ですからね与えないと、anything more anything more っていうのも本当あれですよ、あの短期間の遊びの付き合い以上のことっていうことですねだってそういうそのあす、なんていうんですかねプレイボーイとかって結構ねあの 遊びの付き合いをたくさんしたりすることが多いわけで、それ以上の真剣な付き合い、うん、それ何もそれ以上のものっていうのは与えてくれませんよと、あの一般的に言って。<Of course. S 1> もちろんと。で、メライさん、なんか、ああ、そう,だ、ね、うの <laughs> あのメの合,合図イですよね。うん、ああ、確かに。 で minutes later?、えー、これ cause っていうのはこれ because の省略で結構 because ってちゃんとあの発音しないで cause とかって言う時があるんですよね。だから10分後には10 minutes later he's drinking with the next person 彼は、えー、それをやってるとこれはあの声をかけるってことを言ってるんですよね。あの前の文脈から。with the next person 次の人と。 つまりあなたにこうアプローチしてああんかあのなんだろうその服おしゃれですねってとか今日どっか行くんですかとかでああそうですかってもしよかったら今度一緒になんかあのそお茶でも飲みに行きませんかみたいなねで電話番号教えてくださいみたいなことをもしやってきたんだったらそういう人は10分後には別の女性これ大げさな言い方ですよ実際に10分後っていうのは。でもあの 10分後には次の女性に声かけてるでしょう。でしょうっていうね。うん。これはまあ大げさな、10分後っていうのは大げさな言い方なんですけど、英語でよくやるやり方ですね。あの、友達たくさんいますって人が、I have a million friends って言ったりするんですよね。million って100万ですからね。友達100万人いますって100万人いるわけないんですけど、要するに友達、あ、自分は友達いっぱいいますよっていう時に、なんか、a、million friends って言ったりするんですけど、それと同じで、10分後には次の女性に声かけてるでしょうと。 これはなんか実際にあるんじゃないですかね。Night, えー、次の日の夜、明日の夜、まあ、翌,翌日の夜ですね。He's d o i n g i t g with the next person. あの次の人、他の女性に声かけてるでしょうと。と Not true in all cases, but certainly in many.Not true in all cases, not true.、Uh, 私が言ってるっていうのは、えーと、必ずしも本当ではないと。In all cases. すべてのケースで当てはまるわけではないと。つまりあなたが別に、例えばある男性に急に声かけられたと路上で。で、だからといってその人が翌日とかにまた別の女性に声かけるっていうのは、必ずしもすべての場合にあのそうだって言ってるんじゃありませんと。だけど、certainly in many。でも、多くのケースでそれはあの確実ですと。With these guys with these guys これ、ま、今真ん中ですよねグラフの真ん中大多数の男性を指してますよね彼らっていうのはえっ、ー、と trying、えー、しようとしてるとえー、find the right moment あの right moment っていうのはあの、まあ、絶好の機会みたいな意味ですよねえっ、ー、と直訳するなら正しい瞬間、まあ、だからなんかことを起こすのにいいタイミングっていうのを、えー 見つけようとしてる。見計らってると。声かけるタイミングを見計らってると。So, <my> だから、まあ、親愛なる皆さんですよね。私の、なんか、友人の皆さって言ってるんですけど、フレンズっていうのは友達っていう以外に、こう、もっとなんか幅広く、えー、皆さんみたいな感じで、親しみを込めていうときにフレンズって言ったりしますけど、my friends、親愛なる皆さん It's not about you.It's not about you? これちょっと、 これの意味は次に何言うかによってちょっとかかってきますんで先行き,きましょう。The move, per se. ああ、そういうことですね。えー、っと、It's not about you.It's not about っていうのは私が言ってるのは not、えー、今私が言ってるっていうのは、えー、何々次のようなことを意味してるんじゃありませんっていうんですね。あの私が言いたいのはあなたが。What about you? making t h move、あの make the move っていうのはあの行動を起こすって意味なんですよね、まあた。例えばこの文脈で言ったらアプローチすると。異性に対して、えー、アプローチするっていうこと。で、per se っていうのは何々自体っていうことなんですよ。だからちょっと難しいかもしれないですけど、えっ、ー、と、女性、これみんな女性ですよね。だから女性であるあなたたちに、 あの自ら行動を起こせと男性にアプローチしろってそういうことあのそ,そこまでのことを言ってるんじゃないですよとこれ,これいいですね。About 私が言ってるのは あなたが giving him 彼にその誰かその女性があこのあの人になら声アプローチしてもらいたいなと思ってる男性がいたらその人にあライセンスをあげましょうと。ライセンスというのはあれですよね、免許ですよね。だからあ,あなたにアプローチする、まあ、資格っていうんですかね、それを与えてあげましょうよと。to make the move。彼が make the move。動く動く。 行動を起こすアプローチするライセンスをあげましょうよっていうこと言ってるんですよねでなぜならあなたが The one in that makes it、easy. これちょっと先聞いてみないと the one coming up to. ああそういうことだ そそうそうこそうこれれああののなんですよこの今ここで紹介してるこのお見せしてる前の段階で言ってたのが、えー、彼が言ってたのがです、ね、このマシューさんが言ってたのが、えー、と普通のこのグラフの真ん中ら辺の一般的な男性っていうのは。 なんかこうどっか、まあ、いろんな外出しますよね、まあ、路上歩いてたりあと職場でなんか人と触れ合ったりなんかパーティーでいろんな人と知り合ったりなんか飲み屋に行ったりとかしてですねいろんなシチュエーションありますけど30人ぐらい、あのー、この女性いいなって思ううちの多分1人か2人にしかアプローチしませんって普通の男性はねえー、っとまあだからなんだろうな 通勤とかも入れて例えばまあ一日に1人どっかでああなんかこの女性美人だなとか声かけたいなと思ったとしたら一日にですよで毎日週末も含めてしたら1か月に1回声かけるかかけないかだって言ってるんですよねこのマーシュさんって、まあ、多分そうまあそんな感じなんじゃないですかねでですから その私がそう言ったのはライセンスあげましょうよと言ったのはなぜならもしえー、っと皆さんがですよ1 in 30 30, 30分の130人のうちの1人、えー、でうちの一人でで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 でするでで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  t h でで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 で e でで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 で そしたら、あなたにこそ彼は、coming up to、やってくると。ね。He'll come up to you ってことですよね。うん。さあ30、30人のうちに1人しかアプローチしないと。で、じゃあ、その1人どういう人かっていうと、要は、アプローチしやすくしてくれる人なわけですよね。You're the one he's gonna try with.You're the one he's gonna try with. You あなた、えー、これ間違ってますね字幕これ U apostrophe RE ですねだから UR ってことですよねあなたこそが、えー、その人だと彼がまあ gonna っていうのは going to ですよねだから try with っていうのはあのため、試すとだからこれ言ってるのは he's going to try with you ってことなんですよね、うん だ真面目な男性ですよねその遊びのなんか短期間の付き合いとかじゃなくて真剣な付き合い将来結婚してとかっていうことも視野に入れた真面目な、えー、と付き合いをなんかしてくれるような男性がまあ大体30人ぐらいこの人いいなと思ったらそのうちの1人ぐらいしかアプローチしないんだけどあなたがそういうなんかアプローチしやすいサインを送ってくれる人だったらあなたこそがその30分の1になれるんですよと。 そういうい真面目な男性から声かけてもらえるんですよっていうことですね。Don't be easy!Don't be easy! これは簡単な女になるなと。まあだから要はそのアバズる女にはなるなよと、ねなんか。あとはその何でもかんでもハイハイってなんかその男性のなんか好きなようになんかえと操られちゃうような女にもなるなよと。あなた方た自身のために。 だけど最初の5秒ではね、最初の5秒間では <Be easy. S 1> 簡単になりましょう。I don't know what that company was right there.I don't know what that company was right there.But yeah, I found that really interesting because this is me, so what that company was right there. I d o n の know h a t t h a company was right there I know what t h a company was right there こうやって言ってますけどなんかこれあれですねイディオムですね僕ちょっとよくわかんないですけどえーっと今調べてもこれちょっとよくわかんないですよねこの表現もう一回ちょっと聞いてみましょう <laughs> I don't know what that company was right there but yeah I found that really interesting because this is me this is me a hundred percent um and just hearing that think about it because... but in the first five seconds be easy. あの、i don't know what that company was right there but yeah i found that really interesting because あの、i found that really interesting まあ、これすごい面白… i find んか「ファインド何々ん何とか」っていうので何々は何とかだと思いますみたいなあの意味なんですよ。だから、I found that really interesting っていうのはこの「that っていうのはこの話ですよね。だから私はこの話がすごく面白いと思います。なぜなら Because this is me, this is me This is me, this is me これ繰り返しますね。これは私ですよと。これ私なんですよ、100%って言ってるんですよね。 あのこれっていうのをこの言ってた、そんな消極的に待ってたらプレイボーイしか来ませんよっていう話なんですけど。で、でたもう,もうこれ聞いてるだけで、ね。で、考えてみましょうよと。 You playing the way. れこれもなんかだからあれですね。途中で切れてるんですよ。You the way. ちょっとなんか言いかけて言い直してますね。あの、ウィメンからですね。ウィメンから。been taught。で、女性はこれまで教えられてきたんですと。 Odds is really not to play it. We just are supposed to about it. You're playing the way women have been taught how to play the odds is really not to play it. We just uh, 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 uh do to be that, think about, uh, about uh, it. You're playing the way women have been taught how to play the odds is really not to play Uh we just are supposed about it. You're playing the way women you けれどのウィメンズじゃなくてこっからですね。You're you're playing the way これまで女性が教えられてきた、えー、How to play the s で、これ、もうちょっと難しいかもしれないですけど、ards っていうのは、よくあ,のあれです、ね、あのギャンブルとかそのギャンあの、ルーレットとかやるときに、ards っていうのは、あれですよねいくらかけたらいくらぐらい返ってくるかみたいなとか、あとその、勝率ですね。そうそうう勝率 勝率をでプレイ・デアーズっていうのはなんかこうちょっとゲームに参加するみたいな感じなんですよねなんかリスクのあるゲームに参加するとでだから女性がえー、っとこのまあデートとかその交際とかっていうこのまあリスクのあるですねゲームに参加するその仕方として教えられてきたのは the way っていうのは方法ですよね アーツ is really not to play it. We just is really not to play. えっとプレイするっていうことではないんだと。だから女性が女性はむ難しい言い方ですけどね、日本語に訳すには。女性がなんかこれまでそういうなんかあの参加する、えー、とデートのゲームに参加する女性はこういうふうに参加するんだと知られてきた方法っていうのは実際はそのプレイするってことじゃないんだと。 Just We just are supposed to just leave things up to chance. で、私たちは just a r e ただ supposed to これよく使う表現ですね。あの、えー、何々すべきだというふうにあのなんかなんていうんですかね、えー、期待されてるっていうか、うん何々すべきだっていうふうにもう決められちゃってると。 どういうふうに言っていうと、just leave things up to chance. えーっと、leave 何とかで、あの、何々を、何々に任せるっていうことなんですね。だから、leave things up to chance だから、物事を、えー、もう、任せると。up to chance。運ですよね、チャンスっていうのは。だから、物事を運に任せて、ただ運に任せるんだと。 まあこの文脈で言ったらいい男性が声かけてくれるといいなみたいな感じですよね。自分は何もしなくただ待ってるだけ。いい男性が声かけてくれるといいなと。When men know it's a numbers game, they know.When men know it's a numbers game. で、男性か側からすると彼らはもうそれは numbers game。あの、もう数字のゲームだと。つまり、 あれですよね10人に声かけたら何人ぐらいオーケーしてくれるみたいなね、うん。数字のゲームだって男性の方を知ってると。知ってる、oh, run through the odds。うん、they they run through the odds。彼らを知ってる男性は知ってると。あ彼らをただ、run through、あの、なんか、くぐり抜けるってことですね。でやった勝率ですね。だからそう、10人に1人だったら、

えっと、まあ、知り合い、get to know なんとかで。えっ、ー、と、何何をこう知るってことなんですよね。うん。だから。彼らが、その知り合いになるために、話しかける特定の。なんか数の女性。they have to keep going, but we as well. i k e like っていうのは、えー。なんていうのかな。なんか。言い換えるとみたいなことなんですけど、この、この文脈ではですね。that's they have to keep going。えっと。

何をかっていうとざっといいからですねそれそれっていうのはまあ良い出会いですよね運命的な出会いっていうのは just show up for us ただあの突然 show up 現れると私たちにね男性はもう声かけてなんか断られたりとかしてももうひたすらこうなんだろうなんかああいいですよっていう女性が現れるまでただひたすら声かけるんだけど女性はただひたすら待つと である日突然、まあ運が良ければ。あの、いい男性が声をかけてきてくれると。魔法のように、ある日。そして。We have to do anything. 私たちは何もしなくていいんだと。I I I feel like I I w a n t to explore this deeper because this was just。 I feel like I wanna explore this deeper。私ちょっとか今感じているのは、I feel like っていうのは私はちょっとこんな感じしてますって。どんな感じかっていうと、I wanna explore this deeper。ちょっ、えー、と私はしたいと、explore こう追求ですね、探求ですね。This この今の話題ですよね。この話題について追求してみたい、deeper ちょっと深くですね。より深く追求してみたい。なぜなら This eye-opening to me。 t h i 私にとってこれは、eye opening っていうのはこう目、目をこうやってびっくりして、おおってこう、ああって、この人、そんなリアクションしてましたよね。こう話の人、そんなリアクションしてましたね。このなんな見ながら、おーって、ってましたけど eye o p e n i てましたね。日本語で言うと目、目から鱗が落ちるって言いますよね。うん。だったので、深く追求してみたいです。And probably。で、それっていうのは、多分ですよ。 えっと、これっていうのが理由なんじゃないかと。えー、ほとんどの女性が男性についてこういう、なんだろう、あの、perception っていうのは、えー、っと、なんていうのかな、見方っていうか、印象っていうんじゃないですよね。えー、っと、認識ですね、認識。男性とはこう、こんなもんだっていう認識ほとんどの女性が、 持ってるこんなもんだっていうのは要するになんかあの出会,出会ってもみんななんかチャランポランだみたいななんか真剣な付き合いをなんかす真剣な付き合いをできるような相手じゃないと。男性なんてみたいなね。男なんてみたいに。思っちゃうのはこれが理由だと。ら。 あなたはもうただ話しかけて話してるあるいはアプローチされてる approach by a specific type of man like he said type of man like he said えっとどうしたのアプローチされてるかっていうと特定のタイプの男性ですね彼が言ったようにつまりそのプレイボーイみたいなプレイヤーって英語で言いますけどねプレイボーイってちょっと古い,言い方かなプレイヤーズ プレイヤーの男性ばっかりに、えー、アプローチされてる彼らが言ったようにですね。And I even said that earlier.But I even said that e a r l i e r 僕ちょっとなんかちゃんと,、えー、と言ってたっけな。この人、ああ、そっか。こ,この人、あだから他の動画かな私も前にあの、私さえも、私自身でさえも、えー、言ったと、えー、それをですね、そのことを earlier。 まあ、過去にこれアーー、アーリア、アリって、早いってことですよね。だから、今より、早い時点だから、過去にこれはこの動画の中だったのか、えー、言ってたかな、そんなことでも、まあ、過去に行ったことがありますと。But if we were to learn better, we.But if we were to learn better, しかし、もし、私たちが、その、もっとちゃんとよく学習するんであれば、We could improve and do better with the.We could improve and do better. 私たちは、インプルーブ、えー、状況を改善することができて、で、どぅべたり、あのー、type of men that approach us and learn better, we could improve and do better with the type of men that approach us. どぅべたり、あのー、あれですね、えー、より、まあ、よりよくやっていけると、あのー何、何とかっていうと、 要するに私たちにアプローチしてくる男性のタイプでをよりよくできるってことだから要するにもっと真剣に付き合いができるような男性とにアプローチしてもらえるようになるでしょうと。そ and, 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 それからその The type of man that we attract. 私たち自身がこう引きつける引き寄せる男性のタイプも変わってきますよとつまり今まで通り何て言うんですかね、えー、と不愛想にしてたら本当にそのプレイヤーみたいな男性しか来なかったんだけどもっとなんかまあ愛想よくするっていうのかそのさっきねマシューさんはなんかこのライセンスを上げるっていうこと言,って言い方してましたけどライセンスを上げるように振る舞ってればもっと違った種類の男性が声かけてくれるようになりますよと。 まあ、とにかくこのビデオはこれで終わりですって言って、えー、終わりですね。はい、ああだからこれメラニー・キングさんですね。他の動画、えー、ですね。これまマシューさんですね。はいというわけでですね。まあ、今日は、えー 結構なんか多くの人が特に女性が関心を持つようなテーマだったんじゃないでしょうかね、えー、アメリカでは結構最近こういう類の動画なんか多いような気がするんですよねいろいろチェックしてるとなんかこう女性の側がもっとこうなんか考え直さなきゃいけないみたいなね、えー、これまではなんか男性はこうあるべきだとか男性に対する 不満っていうのがたくさん上がってたんですけど女性も女性でもっとこう向上できる部分があるんじゃないかみたいなことを発言してる YouTuber がアメリカとかね、えー、で増えてるような気がしますとはいというわけでですね今回のこの動画ですねまた元の動画のリンクを説明欄に貼っておきますので、えー、後々ですね、まあ、寝る前など暇がある時にチェックしてみましょう、えー、でもっと深く学ぶためにですね英語 えーまあ、僕と一緒にその英語圏のベストセラーを読むような講座をですね今準備しているので、えー、ぜひ楽しみにですね待っていてください、えー、ではまた明日の動画でお会いしましょういってらっしゃい